早いですね。前と違う。明日2部からだって。ね、明日は2部からでした。そうだ、2部からですね。明日って祝日なんだって。え、それな。それな、それな、それな。明日はじゃあ早起きですね、皆さん。まあみんな来るか分かんないけど、お話し会に。よろしくお願いします。15日の波動当選したよ、だって。お、嬉しい。待ってます。11月ね、明日仕事です。だって頑張ってね。これめっちゃ久しぶりに見たんだけど、そのなんかこうやって人が倒れてるやつ、めっちゃ久しぶりに見た。それ出したいな、襟も。L か。あえ違うな。治ったって。なんかテロップずっといじってたらそうなっちゃった。これテロップの画面にずっといたらそうなっちゃいますね。すいません。こういうやつ。ちょっと背骨がいっちゃってますが、あれどうやって打つんだろう。横棒上にできなかった。頑張ったけど。よく頑張りました。そう、私の努力ではちょっとここまでしかできなかったです。味があるって。やったぜ。明日も最高気温が高いから余計水分補給しないとなって。そんな高いの？明日は最高気温23度。これ暑いのか。でも晴れマークだ。嬉しい。皆さんもぜひ。お、すごい、交換しかない、交換しかないって出てきた。
ありがとうございます。神っていうのもあるんだ。見えなかったな、この神ってやつ。お、すごいすごい、神っていっぱい来た。ありがとうございます。あ、違う神だ。いろんな神があるんだ。カミーラ夏井。なんか私東京駅のウルトラマンのお店行ったんですけど、カミーラのフィギュア売ってました。まあ、買ってないけど売ってた。でもファンの方が、私がカミーラになったからカミーラのフィギュアとかいっぱい買ってる方とかいて、ありがたいなって思いました。舞台の後行ったらカミーラ品薄でした。だって嘘。私効果かな。俺は買った。だって、え、嬉しい。そう、ファンの方がそう買ったよとかって、もなんか結構写真とか載せたりしてくれてて、そうありがとうって思った。なんか怪獣酒場っていう、あの、なんだろう、ウルトラマンのご飯屋さんみたいなのがあって、そことかにね行ったり、すごいなんかウルトラマンをねすごい楽しんでてくださって、ファンの方がすごい良かったって思いました。うん、すごい続編やってってめっちゃ言われる、ファンの方に。お話し会で続編、グッドイブニング。私 AKB カフェ行ってないんですよ。行けてないです。AKB カフェでエリちゃんのタンブラー買ったって、ありがとうございます。ね、あれね、AKB カフェ選抜のさ、グッズしかないからさ、そう、みんなはぜひ行ってね、ランダムで私のコースターが当たりますようにと祈っておきます。祈ります。ね、ありがたいですよね。なんか全メンバーのグッズないからさ、ちょっとそれは悲しいから、選抜メンバーのグッズしかないってことは、選抜メンバーのファンの方がそう主に来るってことなので、そう、ぜひ皆さん、私のファンはぜひ AKB カフェに行ってみてください。うん、行った。だって、お、ありがたや。エリちゃんのグッズ全部揃えました。だってありがとう、嬉しい。そう、事前予約。今日何してたって、今日はいっぱい食べました。いっぱい食べた。うん、
イちゃんのメッセージカード2つともゲットした。すごメッセージカード占いのやつかな。お、守りたいこの笑顔の掛け軸、すごありがたや。私おでん食べた。だって食べてない。なんかこの前山わさび塩ラーメンっていうカップラーメン食べたんだけど、なんかすごいセイコーマートっていう北海道のカップラーメンだったらしくて、私はその山わさび塩ラーメンっていうのコンビニ行った時にたまたまあって、珍しくて、カップラーメン普段あんまぶっちゃけ食べないんですけど、なんか珍しいなと思って買ってみたの。そう、すごいセコマって言ってる。で買ってみてね、まあ、結構半年ぐらい前に買ったのかな、うん、で買ってみて食べたんですよ、なんか一昨日ぐらいに。もうやばくて、なんかもうわさびだから味とかがもうツンとするのは分かってたんですよ、まあ、それは別にいいかなと思って、ちょっとぐらいのわさびなら好きだから。でももう開けた瞬間に目が痛くて、開けた瞬間にもう湯気でもう目が痛すぎて、もうそう涙が止まんなくて、で行ったってなるじゃん、で食べるじゃん。だからちょっとなんかむせはするけど、すごい美味しいわけ。でももうほんとこの湯気、近づいた時の湯気がもう目がもう痛すぎて、もう開かなくて、てかもう涙がやばくて、そうもうすっごいもう痛くて、もう泣きながらずっと食べてた。美味しいけどもうほんと涙がもう止まらなくて、もう湯気で、もう目がすっごい痛かった。そう、一人で食べたよ。メガネかけながら食べたんだよ。だからちょっとばかしさ、風を、湯気を受けない感じになってたのに、めっちゃ痛くて、本当に。うん。売り切れなんだ。じゃあ、ちょうどよく買えたんだ。で、めっちゃ本当、マジで涙止まんなくた。涙止まんなかった。皆さんもぜひ見たらぜひチャレンジしてみてください。本当に目が痛かった。食べてみたい。だって食べてみて、一度食べてから怖くて食べれない。だって、あれはねやばいよね。コメントなんて書いてあるのかなって、これは意味がない、意味ないです、意味ない。これは人が落胆してる姿を文字で表そうと思ったんだけど、ちょっとうまくいかなかった。昨日の囲碁録画しましたって、見てね。
最近さスプラトゥーンやってない。なんか携帯ゲームのね新たにハマったやつ、手押し相撲っていうアプリにハマってる。ハマってるっていうか暇つぶし。うん、暇つぶしに手押しゲームっていう、ハマってるっていうかやってる。あー負けた。 You lose。 試験官のやつやってますよ。あーまた負けた。これ強いんですよコンピューターが。悲しい、負けた。そう悲しい。恋愛ゲームだって恋愛ゲームじゃない。逆に面白い恋愛ゲームって教えてくださいよ。そういうゲームなくない、あんまり。なんかてか面白いアプリある、あるよね。ドボンとか面白い。エリちゃんって飽き性だって。飽き性じゃない、全然。あの試験官のやつもめっちゃやってますよ。ねえドボンめっちゃおもろいよね。最近ちょっとあんまやってないけど、でもやりたい。お時間あるときにドボンもペコリだって。分かった、やるね。完全にアイコンが定着したドボンだって。それな、ずっとアイコンなんですけど。クマライトかわいいだって。かわいい、クマのペンライトかわいい。このままずっとアイコンがいいなって。ずっとアイコン変わらずお願いしますね。なんでアイコンなのかわかんないんですけど、将棋か麻雀おもろいよだって。やんないな。麻雀とか特にわからない。将棋も難しい。囲碁アプリ入れてみたら。やってますよ囲碁アプリで。さあなんかリバース的な感じで、なんか取り合って取った数が多い方が勝ちだとちょっと思ってたんだけど、違くて、そうもっと陣地みたいな、陣地取りゲームなんですよ。それがねリップ
びっくりした。そう、難しいですね、囲碁は。頭良くないとね、できない。だってさ、今番組で9路盤って言って1234567891 1234567891っていうさ、9個線があって、そのフィールドでやってるけど、本当は19路盤が正式で、19個線がさ、縦も横もあって、そこに碁石を置くんだけど、それで戦うとさ、2日とかかかる時もあるらしくて、本当にあのプロの方がやると、そんな集中できないって思って、なんかそんなね、ずっと集中してさ戦うあのプロの方、本当すごいくない？うん、うん、すごすぎ。うん、さすがプロ。なんかそう、2日間にかかわたってさ、試合とかやるじゃん。そしたら自分のターンの人は1日考えられる猶予があるやないと思ったけど、その次のターンの人はもう次の日が、その日試合が終わる時に次のどこに打つかを封筒に入れて、ね、提出しなきゃいけないんだって。そうだから、どっちが得とか、そう、封じ手でどっちが得とかない。すごいよね、将棋も一緒。そうなんだ、よく知ってるね。だっていや、オンエアに載ってないところで鶴ちゃん先生にいろいろ聞いてますからね。そう、すごい囲碁。でも趣味だけでね、こうやって学べてさ、めっちゃいい、ラッキーっていうか、すごいありがたいですし、めっちゃ楽しいから嬉しい。そう、オンエアではまだ7路盤ですが、これからどうなっていくのか、まあ、この前試験に合格して9路盤に行けるってなったけどね、まあ、9路盤での戦いの私たちはどうなのか、ぜひお楽しみに。囲碁イベント待ってます。だってやりたい。来週から9路盤か。だって、え、わかんない、どうだろう、どんな感じだったっけ。先週の放送が、いや先週じゃない、つい最近、昨日だよね。昨日の放送見れてないんですよね。もう収録の時のこともちょっと
どんまだったかな。来週からって言ってたよ。ぜひお楽しみに。ヒカルの碁のゲームでルールを覚えただって。ヒカルの碁ね、ヒカルの碁ってさあ、本当にガチの囲碁ゲーム、囲碁漫画、なんかすごい稲妻イレブンみたいにさ、凄技とか出てきたりする。ガチの囲碁、見たいな。じゃあ懐かしい光の碁、お代理オセロ強そうだって。なんかオセロのねアプリも入れてみてやってみたんだけど、すぐ負けた。でもオセロは4隅を取ることがね重要ですよね、あれは絶対。髪伸ばしてはないかな、私は。なんかその成り行きって感じ。囲碁とオセロルール似てるよね。だってオセロ、オセロってリバーシとかじゃなくて、その前美容室行ったのいつだったかな。結構しばらく、1ヶ月ぐらい行ってない気がする。そんなことなかった。2週間ちょっとだった。忘れてた、美容室行くの。美容室行きたい。金髪また見たい。だって本当に絶対ボブが似合うよ。だってボブ、え、ボブ似合わないよ。うん、9時になりました。じゃあそろそろ配信終わろうかな。皆さん配信見てくれてありがとうございます。明日のお話し会来る方待ってます。では最後におランキング読みます。いきます。13位日野と、12位加穂、11位ロッピー、10位筋肉愛好家、9位保安、9位あ変わった、9位ゆみゆみ旦那、8位直樹、7位練乳、6位ひとくまさとる、5位ブッフォン99、4位みやちゃん、3位くまてぃ、2位マッカーシーあとおだし、そして1位はショーターとおだいりしかかたーん。ありがとうございます。皆さん配信見てくれてありがとうございました。
明日、お話し会来る方よろしくお願いします。ではバイバーイ。